守備の名手に贈られる三井ゴールデングラブ賞が今日発表されました。セリーグから選出されたのはこちらの9選手です。残念ながらカープからは16年ぶりに選出なしとなってしまいました。セリーグでは山本浩二さんと並ぶ最多の10年連続10回の受賞歴を持つ菊池涼介選手も、吉弘さん、11年連続の受賞を逃してしまいましたね。いや、これは本当に残念ですね。もう菊池選手かなと思ってたんですけどもね。本当に残念ではあるんですが、上村さん、公開された二塁手の得票数を見てみると、はい、こちらです。菊池選手1位の得票、そうなんですよ、3秒差ということで。しかも中野選手って全試合出場していて、最多安打も取られている素晴らしい選手なので、そこで3秒差っていうのは、でも本当にみんなに認められている、さすがとしか言いようがないですよね。もう一枠増やしたいですね。本当に3秒以内だったらね、同賞にしてほしいくらいですけどね。いやでも菊池選手の守備って、やっぱりこう目には見えないところでのファインプレーっていうのも、上村さん、多いじゃないですか。そうです、本当に助けられてる部分が多くありますよね。菊池選手じゃなければどうなっていたんだろう、カープのね、ピッチャー陣もよく菊さんがセカンドにいなかったら、もう正直言うといくつ失点してたかわからないなんていうこともね、よく聞きますから。やっぱり2枠欲しい。我々の中ではもうゴールデングラブです。はい、はい、そうですよね。あと2枠欲しいところではありますが、まずそもそもこのゴールデングラブ賞を逃すっていうことがニュースになるというのが、まあ、確かに、ね、菊池選手の凄さがね、現れていますよね。うん、そしてでは来シーズン11度目の受賞となることに期待していきましょう。